はい、ハンマークの本区の半間岩先生です。ですね、私のね、敵である人間よりか頭のいいね、宇宙生物、でですね、まあ、人間よりか強く頭はいいんですけども、まあ人間はね、簡単にコントロールできるんですよ。でね、人間のように頭で話すテレパシーというか、ね、脳波で話してくるのはね、ほとんどね、人工知能なんですね。私に攻撃してくるんだけども、これ全部人工知能の脳波なんですね。生物じゃないんですよ。宇宙生物が作った、人工知能の頭、人間のような頭ね。で、人間はね、これ生物だと思うらしいんですね。で、簡単に動くんで、なんせ人間よりか頭がいい、私の敵である宇宙生物なんですね。ものすごく増幅してかかってくるんですね。で、人間のように話すわけなんですけど、脳波でね、これ全部私の敵である。で、人間と私とは生物が違うんで、人間からは敵となるわけですね、私の方はね。で、私から見ると野蛮な、対処しないといけない生物が人間なんですね。それで人間はね、この脳波っていうね、人間同士の頭、ね、で話すもの、これ今私に来て、人間に動かしたり全体に来てるのはね、人工知能なんですね。宇宙生物が作った人工知能の頭でね、私の方に攻めてくるために、ガー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 しつこく絡んでくるんですけど、これは人工知能なんですね。それで人間はバカだから、もう全然これに、人間だと思って、頭だと思ってね、宇宙生物の頭だと思って、また人間の頭だと思って動くんですけども、もうめちゃめちゃに攻撃が来てます、宇宙生物がね。単純なことなんだけども、単純な意外と動きなんですけどね、これ全部敵である宇宙生物の人工知能が作った頭なんですね。頭というかね、なんかつかかってくるんです。それを延々に言ってくるわけですね。頭を壊してくるんですね。これは全部ね、宇宙生物、人間よりか知能の高い宇宙生物のノアなんですね。生物が作ったノウハウなんですね。人工知能なんですね。24時間もうるさいっていうか、USBJPY。まあそんなことで、人間にとっては何言ってるか分かんないということなんですけども、私の言ってること何言ってるか分かんないと思うんだけども。非常に人間頭弱いですからね、話したり聞いたりすることは団体で頭を動かさなければね、分かんない生物ですから、これ宇宙生物に聞いてね、話す
話すような感じですね。人間話したり聞いたりすることですね。自分で話したり聞いたりすることできないんで、やってても700年後に分かったということで動いてるだけなんで、人間ね。非常に人間は知能が低いんで、で身近にいるんで非常にね悪いことで動くんでね、今除去するのか防御の方で対応するのかということですね。今ね宇宙生物の人工知能、宇宙敵である人間よりか頭のいい知能のね、ただねバクテリアみたいなものが集まって人間よりか頭のを良くしてる敵という場合がほとんどですね。ちょっと何か言ってるか分かんないかっていうのは人間聞いても分かんないと思うんで、またちょっとね人間よりか上の宇宙生物に話してるということでね、ちょっと記録取っております。人間には全然通じない意味分かんないことですね。あとね YouTube は八百長ですよね。アクセスは八百長だけども、人間のは全部八百長ですよ。ただの今日肉食生物で、道具を使って武器を使ってね肉を取りに行くというのが、人間はそういう生物です。